とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、いい感じのクエストが出てました。ここですね。デイリーチャレンジの、ジャングルの寺院だね。HP が 75% 減少します。かなりきついんだけども、ここをやっていきたいと思います。使うのはこれ。ハープクロスボウの無限ダイナモですね。多分、いや、いけるでしょ。いけると思うので、ちょっとゴリラを倒しに行きたいと思います。行くぞ！それでは、行きましょうか。とりあえず、ダイナモは20まで貯めております。で、ダメージ食らうと、基本的に、やばいと思うので、いけるね。危なくなったら、ポーションバリアを使う感じでいきましょう。で、ここキャプテンが結構居やすい場所なので、極力、20体。あ、20体じゃないわ。20体が大変だ。6体ね、探しながら行きます。はい、いたいたいた。とりあえず1体目、いますね。ダイナモを切らさないように、危ない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 。危ねえ。危ないなぁ。で、神秘。なんだ？モブダメージが 60% か。なかなか厳しいですけども。まあ、大丈夫でしょう。この先はいるんじゃないの？ホースマン出てきた。やばい。ホースマンのダメージ受けると死にそうだな。危ねえ。あれ？いない。でも、洞窟か。行ってみる？いないでしょ、どうせ。いないよね。いた！洞窟いたいたいた。ちょっと待って。危ねえ、危ねえ。爆発で死にそうだった。神秘なんだ。なるほどね。モブがエンチャントね。これは全く問題ないです。この先行ってもなんもないよな。まあ、とりあえず行ってみましょうか。いやー、いなかったですね。中には一体だけでした。では、キャプテンを引き続き探しましょう。頼むよ！いてくれ！こっちいそうやね。絶対いるな。いた！キャプテンいる。神秘で会ってくれると嬉しいな。神秘はね、最初についてると結構エグいんだ。よし！神秘ナイス！ちょっと待って。周りを倒さないと取りにくいな。なんだ？おぉ、モブ HP が 30%。まあ、そこまで上がんなかったけども、ちょうどいいぐらいの感じかな。若干マイルドだったけども、まあ一応いい感じです。モブダメージが 60% 増加して、プレイヤーの HP は 75% 減少。で、モブの HP が 30% 上がってるっていう。おぉ、なかなかいい感じになったかもしれません。あと3体。キャプテンいるかな、探します。中間地点ですね。ここをクリアしていきましょう。特に問題ないかな。先の方に洞窟もなし。洞窟の中にたまにいたりするからね。危ねえ。いきなりあいつがいた。びっくりした。いきましょう。まあ、特に問題なくいけるでしょう。敵の HP もね 30% 増加してるけども、まあ 30% だったらまだ大丈夫。大丈夫。これがね、100% とか増加されると、さすがにきついよ。さすがにきついけども、まあ 30% はまだマイルドな方ですね。全然大丈夫。で、ここで、あれか、HP 増えたりとか、あれだ、自分の攻撃力下がったりも最悪だね。攻撃力が 60% 下がるとか、もうそれはきつい。まあ、それに比べれば、大丈夫。うん、まあまあいけるでしょ。いけるよ。ここもこんな感じで全然。やっぱりね、槍がいい。槍のね、この範囲は素晴らしい。よっしゃ。とにかくダイナモミスがなければ全然いけるはずよ。ダイナモミスさえしなければね、ボスも倒せるでしょう。 OK、 では行きまーす。キャプテン、あ、キャプテンいた！キャプテン発見！どこだ？ちょっと待って。敵
が多いからちょっと待ってよ。周りから倒していきます。硬いな、さすがに硬いか。よし、うわーやばいや、来た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 、待って、じゃあオッケー、落ちた、待って、え、戻ってくる戻ってくる戻ってこ、おー来た、戻ってこいよ。よしオッケー、でこれで脅威が1ですね。あと2体いるかな。おー、ちょっと待って、変更かなんかがいた。え、トゲ、トゲか変更、どっちだ。あぶねえ、なんかいたな。ちょっとダイナモため直します。ちょっと何だったの。あ、トゲか、でしかも山猫かよ。もうなんでそんなとこにいるんだ。はいはいはい、まあまあトゲはね注意していかなきゃいけないんで、うーん、ミスったな、もう一発で死ぬね。そりゃそうか、 75% HP 減ってるんだから、そりゃさすがに死にますわな。まあまあこっから、もう死なないように注意していこう。止まるな止まるな、注意していきましょう。まあ、うーん、急に出てくるやつが注意しようがないんだけどね。ちょっと、まあ、一応注意は払います。ではボス手前の広場でーす。ここクリアすると、まあまあボスまで面白いですね。多いな相変わらず。でね、毒をね、さっきあのゾンビからの毒を食らったのよ。バシッと食らってね、一発死ぬね、毒で死ぬ。それぐらいの厳しさはあるよ。いやー、まさかのね、ただのゾンビよ、普通のゾンビのダメージがあんなにあると思わなかったね。よっしゃ、 OK、 ちょっと待って毒ダメージ痛すぎるな。はい、じゃあ OK いいかな。では鍵を取って行きましょう。あ、その前にあれか、下の洞窟にキャプテン2体いてくれるかな。まあ1体は多分いると思うけども、できれば2体頼むよ。洞窟来ました、いるかな。入ってすぐにねいることもあるんだけども、ちょっと姿見えないな。1体はいるでしょ。いあ、いた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 、1体いた。 OKOK、 とりあえず1体は発見。そこにいるの珍しいね。ちょっと待って、やっぱ硬いな、硬いね。ダイナモじゃないとちょっと倒しにくい。脅威が2ですね。あと1体いるか。あと1体はどうだろう。あ、いや、うわ危ねえ、死ぬ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 、危な。いや、これはどうもいなさそうだね。いないな、うん、ちょっといないっぽいので、このままボスに行きます。それではボス行ってみましょう。HP30% アップだけども大丈夫でしょう、大丈夫、まあ、とにかくダメージを受けないように気をつけていきます。 OK、 まずは回りからね。とにかく毒をもらわないようにしないとね。おーおーおお、減る減る減る、ほらほらほら、やっぱりね、このハープは通常では最強だよ。すごい。ではちょっと、奥まで行きましょうか。奥まで行って終わろう。この奥もなかなか厳しいんだけども、やっぱりこのハープだよ。うん、75% 減少のゲストにはもう本当にこのハープはね、すっごい向いてる、最高。じゃあ、変更とかトゲがいるなよ、いるなよ、大丈夫ね。よしよしよし、オッケー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 。もうちょい、おいおい、一発のダメージ、あぶねあぶね、変更ちゃんとついてるんだから跳ね返して。よしね、あと1体か。あ、いや、もう一体いた。よし、終わりですね。はい、ということで、今日は 75% HP が減少するクエストやってみました。やっぱり難しいですね。は
はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。